後で19世紀にこれ上書きされちゃったんだよ。なんでですか。いらんと思ったからだろ。え、本人じゃないんですよね。本人じゃないよ。ひどくないですか。よくあることなんだよ。ひどくない。で、ぼちぼちやねと。要するに結婚っつうのはほぼ政治じゃないですか。だからもう一日も早く後継ぎが必要なわけですよ。ちょっとやる気になるためにやる気絵画なんじゃないかと。寝室鉢植え書いてあったらみんなヴィーナスかよみたいになっちゃうじゃん。だからね、これは弱いんですよ。なのになんでバザーリはもう一発でこれヴィーナスって言ったかっていうのは、これ俺の個人的な想像なんだけど、これ有名な有名な先行作品があるんですよ。それがこれなんですよ。まあ、眠れるヴィーナスと別名ドレスデンヴィーナスと呼ばれて、はい、今ドレスデン の美術館にある作品なんだけれども、これがですね、西洋史上初のフルサイズ女性フルヌードと言われる作品なんですよ。神話でこう何人かこういるのあるんだけども、はい、単独ヌードで、しかもまあまあなサイズなんだよ。これ等身大に近いフルヌードが、これを描いたのは、この部分を描いたのはジョルジョーネって人なんだよ。でジョルジョーネって人はティツィアーノがこのベネチア派のやっぱり有名な巨匠のジョヴァンニ・ベリーニっていう人の工房にいたんだよ。その時の兄弟子、兄弟子がジョルジョーネなんだよ。でジョルジョーネって結構若くして亡くなっちゃうの、1510年に。でその後ティツィアーノがこの背景を全部描いた。合作なんですね、うん、兄弟子がこれを描いて亡くなっちゃった後、ティツィアーノが完成させたという絵で、しかもこれがよく原型と言われるけど、原型の原型があるわけですよ。でこれ非常に有名な作品だったんだよ。当然バザーリは知ってるんだよ。でこれをティツィアーノが仕上げたことも有名な話なんだよ。だからもうこれ見た時に、あ、これはヴィーナスねと。でなぜ今何もないのにね、それを思ったバザーリがこれヴィーナスだって分かったかっていうと、その当時ここにクピドいたんだよ。後で19世紀にこれ上書きされちゃったんだよ。なんでですか。いらんと思ったからだろ。え、本人じゃないんですよね。本人じゃないよ。ひどくないですか。よくあることなんだよ。よくあることなんだよ、これ。西洋絵画ではよくあることなんだよ。油絵はないし、上書きができるから、持ち主が、ちょっとね、いないよ、クピドみたいな。だから、バザーリが見たときは、こう、クピドがいたから、もう確実にヴィーナスだったんだよ。で、その後これを見たら、あ、同じティティアノのあれで、もうこれはヴィーナスですねっていうんで、ヴィーナスと描いたというのは、わかるんだけれども、ただまあいかんせん弱いよ。でまた妙になんか生々しいよ。ヘアメイクバッチリですよね。バッチリだし、なんかいそうじゃん。その辺に。だからこれヴィーナスとかじゃなくて、もう本当に単純な高級娼婦のヌードだということを言う人もいたんですよ。でこの人なんだけど、これこの人じゃないか。おー、似てる。似てるでしょ、はい、これ当時のベネチアの高級娼婦、へー、ティツィアーノがよくモデルにしてたアンジェラとかいう人、娼婦さんなんですね。高級娼婦だからそれなりの教養もあって、オイラン的な、オイラン的な、オイラン的な、この人のヌードなんじゃないのみたいなことを言う説もあって、実は1532年にメディチ家のイッポリート・デ・メディチっていう聖職者でもないのに枢機卿になってたやつがいるんだけど、なんだそれ。メディチ家がローマ教皇出してるから、あローマ教皇の甥かなんかなんだよ。イッポリート・デ・メディチがベネチアに来た時にね、この人気に入って一夜を過ごして大変お気に召して、でティツィアーノにちょっとあの子のヌード描いて送ってくんねみたいなことを言ったとか、あるいはまあティツィアーノがご機嫌取りのためにどうですかって1枚描きますみたいなことを言ったとかで描いたんじゃないかというような
説もあったんですよ、うん、それで書き始めたんだけど、そのイッポリトデメディチっていう人すぐ死んじゃうんだよ、1535年に死んじゃうんだよ、はい、でこれが宙に浮いちゃったと、うん、でそれをですねオルビーの方のねグイドバルド2世デッラローベレっていう人が見て欲しいって言って、それで1538年に買ったという説、うん、でいやそうじゃないよと、これはもう最初からウルビーの子がエテアノニコレを頼んだんだよという説で、最近は後者の説が強い、もう多分これは最初からウルビーの子のグイドバルド2世デッラローベレがティツィアノに頼んだんだろうと。でいずれにせよこの作品は1538年にウルビーの子が買ってるんだよ、はい、でウルビーノに行って、うん、まあ、そこにずっとあったからウルビーノのヴィーナスと呼ばれるようになったわけだよ、うん、まあ、ちょっとまあいろいろ変わってますよね、うん、そうですね、うん、気になるとこありますか、うん、あの背景のなんか宝箱を漁ってるみたいな女性、あ、ここね、はいはい、と覗いてる女性、この人たちはこの人の次女ですね、お月の、ほうほうほう、はい、でこれはあの宝箱じゃなくて衣装箱なんですよ。あ、衣装を探してる、探してますね。でこの人もなんか衣装持ってますね、はい、ここポイントなんですよ、うん、1534年にデッラ・ローベレがジュリア・ダ・バラノっていう人と結婚しとるんですよ、はい、ね、はい、実はこの2人の結婚にちなんだ作品であろうと言われてるんですよ。でそれを思ってみるとね、うん、結婚にまつわる要素っていうのがいろいろあるんですよ。ここ例えばヴィーナス、愛を祝う女神じゃないですか、うん、それからさっきも言ったようにこの銀梅花、うん、これはまあヴィーナスの事物でもあるけれども結婚式を祝う花として有名な花である。でここワンコ、ワンコ、ワンコは何の象徴ですか、よく出てきます。ワンコ愛ですか、うん、愛なんだけど、あの忠実さの、あ、忠説の象徴なんだよ。だから結婚を祝う絵によくワンコ描かれてるんだよ。あともう一つがこれなんだよ、うん、衣装箱、衣装箱、これカッソーネっていうんだけれども、これは当時のイタリアでは結婚した時に夫の実家が奥さんに送るっていう風習があるアイテムなんだよ。だからこれはその全体的にこう見るとね、うん、その結婚のなんか儀式のために、うん、この人ほら今脱いだ、うんうんうん、で儀式用に着る服をこの人が今出そうとしていると、うんうんうん、こう着替えをしている場面と捉えることができるという、うんうんうん、だからこれはもう画題からして何かしら結婚に関係のある話だろうってことは、うんうん、まあ、これはもうファイナルアンサーでいいと思うんですよ、うん、この人が買ったわけだから、うん、この人との結婚に絡むなんかだったんだろうなっていうのはあるんだけど、うんうん、たださこの人たち結婚したのは1534年なんだよ、はい、でこの絵買ったの38年、4年差があるやんかという話なんだけど、それはなんでみたいなことなんだけど、うん、34年に結婚した当時この子まだ11歳なんだよ、うん、あのいわゆる政略結婚だからもう 2,3 歳の頃から婚約させられてて、で38年になったらこの子15歳になるでしょ、はいはい、でぼちぼちやねと要するに結婚っつうのはほぼ政治じゃないですか、うん、だからもう一日も早く後継ぎが必要なわけですよ、うん、後継ぎ問題大変大事なんですよ、うん、だもんだから新郎新婦の部屋にですね、新郎新婦をその気にさせるような絵を飾るというのが風潮としてあったんですよ。あったんですか、なるほど。だからそういうことのためにちょっとやる気になるためにやる気絵画なんじゃないかと寝室用絵画、寝室用のやる気絵画、はいはい、なんじゃないかというふうに言われてるんですよ。というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、
皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします